クリオサウルスはヨーロッパと南米のジュラ紀後期キンメリジアンからシトニアンの地層から知られる主張流類の絶滅属の一つ。魚類、頭足類、海生爬虫類を捕食していた。本属は過去には多くの種を内包していたが、現在では6種が有効とされている。さらに2種が国際命名規約に陳情している。現在のところ、 モシキシュピブラキーディーラスおよび、ピブラキースポンダイレス、ピーカーペンター、ピーフンケー、ピーケバニ、ピマクロメラス、ピロシクス、ピウエストバーンシス、ピポルテンティフィカスが知られている。ほとんどの種は巨大な体サイズを誇っていた。それ以外のピブラキーディーラス、ピブラキースポンダイレス、ピポルテンティフィカスは、未成熟の個体しか知られていない。本属は、 断面が三角形の歯と7つの固有形質によって他のプリオサウルス類と区別される。別の大型プリオサウルス類、ディオプレウロドンを用いて、ノルウェースバールバル諸島で発見された標本の大きさを推定した場合、全長は15メートル、体重は4万5000キログラムとされた。歯の長さは30センチメートルである。 一億四千七百万年頃に生息していたと見積もられている。後に、このスワールバル諸島の標本は最初の推定ほど大きくなく全長は10から13メートルと下方修正された。そして2012年に命名されたプリオサウルス、噴景はホロタイプの頭骨が160の200センチメートルと見積もられ全身の長さは300センチメートルとされた。また、 ピエモ214.136においては、頭骨は200から250センチメートルと推定された。これはこの生物が他のプリオサウルス類よりも頭と脊椎の割に大きなヒレを持っていたことを示唆する。また、4つのヒレの骨の分析結果によれば、主に前足を使って遊泳し、胞子は獲物を追う時などに加速するのに用いていたことを示している。 研究チームによると、噴霧死の脳は、今日のホホジロザメと似た形と比率であるという、ありがとうございます。